スプリングマウのパズドラ TCG 始めました第8回です。よっよっ、なんと今回最終回となっております。最終回、前回はですねミックスがなんとトミーさんに勝利するという快挙を成し遂げましたね。はい、僕もだいぶ成長しましたねそうですね、さすがミックスさんだなというプレイングでしたね。したい戦いができたというね、素晴らしい試合だったわけですけれども、今回は私が、はい、師匠のトミーさんに挑むということで、はい、ついに、いやどこまでいけるかな。お二人の対戦とか、いや、ちゃんとはやってないですもんね、うん、ティーチングでその教えるってことはしてましたけれども、はい、本当にガチバトルは今回が、すごい、もう私、師匠に戦う、挑むっていう感じですからね、はい、しかもお互い、どんなデッキを使うのかも、まだ分かってないですから、うん、とても緊張しておりますが、ぜひとも、お手柔らかに、いやいやいや、全力でいきたいと思いますはい、ということで、頑張ります。頑張るぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張しますね。頑張らないと。はい、じゃあグルーチェック。はい、成功でお願いします。お願いします。あ、ちょっと似てる似てる、似てるのかな。この子はシャード。シャードはアングリー。はい、カーバンクル同士、うん、マーメイド同士で、そうレイラン。はい、レイなんですか。じゃあお願いします。お願いします。いきます。はい、おデラックティを進化した敵やマンダーからカードを1枚公開してドローポートが抜く。はい、おサクヤ。もうこれでバレてた。バレてたな。恐ろしい。バレたな。はい、はい、何でしょう、アップバンクさん前のめりな戦いをするんですね皆さん。そうね。はい、じゃあ次もう一個進化します。それで進化した時はだから1枚カード引きます、はい、なるほど、いっぱい引きたいからもう一個進化します。お、はい、レイラー進化した時1枚引きます。はい、はい、これもどんどんやったり、やったらいいの。一応あれですよ、ミックスチャンス、ミックスタイムみたいなのがなんか3回くらいあるって言いましたよ。おっ名人に勝ったミックス名人真の名人ですからね名人チャンスがすごい。名人チャンス、煽りがすごいぞ序盤だけど、やっぱ大事だから一回にちょっと使いますわ。お、はい、チャンス。はい、もうだってこれもう全部やった方がいい。やった方がいいってこと。はい、はい、じゃあ終わりますね今回はこの1進化のね、サバイバルマップを引いたので、うんうん、進化した時、公開してドロップオーキバーの得いきます。いきましょう。止めときます。はい、はい、じゃあパズルフェイクいきます。あれあれ、そんなことない、もっとあった。おまだあったわ。はい、特にコストなく進化できるサペアがいました。おー、自分の山だからね、なんかすごい順調に来てますね。はい、引く。はいはい、です。パズルフェイズいきます。はい、あ、ダメなんだからですね、進行はじゃあ、出しません。お、ダメです。はい、じゃあもらいます。はい、ドロー。全部進化しました。ほんとだ。いきます。青ソニア進化します。タリア食らいついた人気のカードですね、イラストを可愛くて、ね、で進化効果でワードします。そして続いてこちらも OD ですね、新 OD、一進化オートアクティブです。あー、いきなりオートアクティブ。はい、すごい。フェスリンが出てきただけでなんかヤバいっていうフェスリン2回だ。続きましてシャードラからシャードラに進化してワンドロップ落ちます。パズルフェイズに参りたいと思います。よっ、現在防御の構えは、防御の構えってすごい強いカードだった記憶があるなんかもう、ちょっとあれですね、カーバンクルだけなぜか闇なんで、うん、これなんかある、はあ、はあ、お、闇にした理由があるはずです。そうですね。では水ターンエンドで、はい、いきます。ドロー。じゃあ目にいきますね。はい、はい、進化します。
はい、怖え、グラシアス抜きました。怖え、いいですね、これ3進化したら攻撃力ロールできるですね、これ。でしかも水属性モンスターですね、完全に相性が悪いっていう。これはこの上に刺したいな、できれば。ニックさん、こういう気持ちだったんですね、前回。前回くらい。できればしたいな。はい。はい。おー。これは、オータッキーです。手元にいっぱいあった。すごいな、こんなに順調なの。すごい、手札がいい感じに回ってきてますね。はい、じゃあ、パズルフェイルいきます。はい。ますね、ここでやめます。はい。はい、じゃあもらいます。ドロー。お、じゃあこのシャドルからメダルドランに進化します。ああ、結構順調に進化してる。メダルドランはどんな？4コンボ以上で、水属性1体アクティブにすることができます。で、そしてこちらもカーマークを進化させて、進化効果ワールドロップ落ちます。お、ポイント出まして。では、バトルフェーズ参ります。はい、よいしょ。千円、千円いないな、全然見かけないな。うーん、こっちに置いておきましょうか。超溜めてる、やばい、溜まってる。エンドです。はい、引きます。はい、特にしません、何も。はい、カードいきます。はい、いや、いや、超悩んでる、私超悩んでる。まあまあね、お互いそんなにね、うんうん、そんなにこれで始める金1コンボ。はい、金の力やります。はい、うん、水、お、これはこれいいですよ。来てくれ、ここで火、うん、そして光か闇か回復か、お、お回復、回復、まだまだ闇、あと光が、光が、あー、ない。はい、で、ここもですね。はい、はい、いきます。あ、光が当たらないですね、光なので。あ、そうかそうか、じゃあここか、いきます。600、400、300、400です。やっぱレイラー回復が高いですよね。じゃあまず1点もらいます。はい、レイラーの攻撃を受けます。うん、では400を400でスタートします。はい、で、メガロドランで攻撃を防御して400ですね。はい、ではソニアで防御します。はい、はい、エンドです。はい、まずオーディンがオートアクティブで続きます。はい、そしてメガロドランを起こします。通常アクティブですね。で、どうします。よっ、あー、悩むな。1コスト支払って、完成進行人になります。6コンボ以上で6コンボを成立させると、捨て札からスキルカード1枚回収できます。え、スキルだからスキルカード、はい、あー、そうや、今防御のこのカバーで捨てたのであればこれを回収できるということですね。ではパズルフェイズ参ります。あー、やっぱりいたか。そんな気がしないんだな。まあまあまあ、しょうがないよ、これは。希望的観測で、あ、でも2から非水の2コンボで、はい、参ります。よいしょ、おー、あ、よいしょ、お、闇回復、回復ありがたいですね。お、来た、火光で6コンボです。6コンボです。で、まずメガルドラの効果でここは落とします。あ、ごめんなさい、回復忘れてました。1点回復して5ポイントになります。はい、で、覚醒石にオージング効果で6コンボなので私を回収します。防御の構えがある前提でちょっと戦わないといけないですね、うん、なるほどね。お、防御の構えがある前提、今のはミックスタイムですか。あえ、不意な、なんかあれ、お、お、セーブ、あ、セーブです。あ、ジャッジが、ジャッジが独り言だったってこと、独り言だった独り言だった、神様のジャッジが、いや、まあそうなのかなってなるほど、やばい、いきます。300、600、600、600、800、え、100、気になってない、いや、大丈夫、大丈夫、ゼロにはならないから、そうですね。まず800を、はい、いきますね。はい、1点
あ、まあ、で、じゃあ分かった。もう一点受けますね。はい、6点ですね。そうなります、はい、からの、このレイランさんがオートアクティブだから、この人を何か組み合わせて600受けます。まあ、でもこの後の展開を見ても、なんか、はい、はい、ではまず1回ボールですね。はい、あと300と600です。300を声援で、はい、600をブラキオス、はい、はいはい、じゃこれでリフレッシュしてターンエンドです。はい、はい、まずアクティブしていきますが、はい、レイランはオーバーというものでない。で次誰にするかといいますと、防御力が高いブラキオスに、はい、押しますで、引いていきます。はい、進化しましょう。はい、お、はい、1進化の精霊炎を2進化にします。1進化効果でライフが1回復します。回復受けた後に回復することでちょっとホッとできる。はい、こう大回復の光を使いたいんですけど、コストを払わなきゃいけないんで、はい、ちょっとここら辺から払います、うん、いいんですよね。はい、はい、どうぞ。そこから回収していきます。はい、なんか怖いのが、はい、怖いのがお目見えするんですけれども、この子を回収しました。はい、で、回収したこのさくやさん2進化目、進化しました。強い。パズルフィールでヒート利くと、火と水と火と光ドロップのコンボを停止させるとプラス1ダメージになる。うん、はい、ね、ここまでにします。お、いいです。はい、で、パズルでいきます。はい、で、テルラからも置きます。はい、まあこう、はい、はい、はい、エンドです。はい、じゃあもらいます。ドロー。はぁ、まずサファリットを使って、そしてここのコストも1支払います。2コスト支払うことによってソニアに進化します。はい、水ドロップと闇ドロップが、ドロップスタートステップ時点で、このカードがあったときに、もう1枚カードをドロップに追加することができます。なのでずっと、いや、1回だけですね、最初の、はい、なので最大3枚ドロップを追加することができます。あ、一応キングサファイアドラゴンを使っておきます。で、精霊を解放します。はい、で進化してワンドロー。はい、よ、うんうんうん。ではパズルフェーズ参ります。はい、よいしょ。お、水闇がありましたので、またもう一枚カードを追加します。いいな。よ、お、うんうん。そういうカーバンクルでもあるのか。うん、積み闇のドロップのあるカード、うんうん、しかも手札から、うわ、3枚すごいな、ね、3枚すごい、ね、ターンエンドです。はい、あ、じゃあアクティブにしますね。はい、で、いきます。はい、パズルいきます。はい、はい、で、手札からいきますね。お、パズル、はい、木と光と煮込むね、はい、よっ、ナイスですよ、これは。かなりナイスですよ。そして、はい、お、闇ですね。水と闇の水、そうそうそう、回復があるのか、るのか、おお、そしてやー、おお、回復と火がないと、今は回復と火がないと火がないから、攻撃力の高いレイランが攻撃できない。しかも昨夜効果も発動せず、悲しいちょっとこれは痛いですね。これは悲しい。はい、ということで4コンボで、ね、で火がなかったからレイラン以外、はい、400、はい、200、300、300です。あー、つらいな。いや、逆になんかこんだけちっちゃいとちょっと無視したい気がするんですけどね。あんまり1枚1枚ですからね。そうなんですよ。受けなきゃいけないっていうのがね、結構多いと思いますよ。まずさっきは1点受けます。はい、さっきはダメージ、もう1点だけ受けて、おー、はい、
なるほど。はい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 。ここで防御しまして。はい、で、あとは。ここで防御しちゃいますね。はーい。はい。はい。はい。ね。はい。そう。一回起こして、ドロー。じゃあ僕も精霊に進化して1回復します。はい、ではパズルいきます。よいしょ。あ、水やりなかったですね。ないので通常通りです。よいしょ。おあ、いっぱい溜まってきてる。すごい感じ。では火の1コンボで参ります。はい、よいしょ。火、水、よいしょ。お、光やみ。あ、すごい。回復が。あ、あ、6コンボですね。いや、華麗な6コンボだな。あ、しかもできなくなっちゃった。では一点回復しまして5000になります。あ、なるほど。そうか。で、メガロドラムの効果で一回起き上がります。なるほど。では参ります。500、600、600、800、700プラス1。700プラス1は700この子でいけるんですね。はい、で、800は見て1点受けます。はい。回復したかったんだって、本当に。で、残りが、500、600、600。あ、オートアクティブなんで、まずレーダーを開けますね。はい。じゃあ、静電で600を1体受けて、はい。はい、2体使って。お、はい、これはもう、はい、ではリフレッシュしてターンエンドです。はい、じゃあまずオーダーティブのレーダーとしまして、この人進化させたいんだけど、でもディフェンス力が高いから、この人が起きてないことにはちょっと今後の戦いがわからないので、こうしときます。はい、で、ここから始めます。はい、ドロー。いや、もうやりたい戦いができてはおりません。お、しんどい。ミックスタイムはあと2回。もうランプの魔人は出てこない。魔人出てこない。魔人出てこない。もうやりたいようにやれってこと。そうみたいな。ミックスタイム。あ、ミックスタイム。ででん、このままですと、うん、このままですと、敵に全員攻撃された場合、2回しか受けれないんで、はい、そうですよね。3点なくなっちゃうので、はい、アクティブにするようにするか、はい、回復するかですね。は絶対やらなきゃダメか、両方、もしくは両方が望ましい。そうですよね、はい、本来ならではランプ、必要なランプに戻らせていただきます。ありがとうございます。はい、わかりました。もうこのままではちょっとどうしようもないので、我慢している場合じゃないので、うんうんうん、ちょっとすいません。怖っ。昨夜進化するためにダブルヒットをするのと、はい、あと1コストですね。そうですね、1コストを払います。おおおおおお、ここで、うーん、いや、恐ろしいんですよ、このサクヤさんは。いや、もっと違うタイミングがあった。はい、はい、効果読みます。はい、進化した時、相手のライフの半分の数、相手のライフにダメージを与える。はい、ダメージが、ライフが減るってことですね。そうですね、しかも切り捨てなので、5点の時は2点もらいます。はい、そうですね。きれい、決まって。あー、なるほど。いや、ここででも6本もしたら、これでかいですよ、ね、そうよね。じゃあパズルいきましょうか。はい、信じてるよ、頼む。かおお、ここでいいとこ引いたんじゃないですかね。いや、だから怖い。回復したいしさ、はい、回復したいわけじゃない。で、他のドロップでこれいきますね。おお、はい、闇と闇のゴンゴゴンゴだ。はい、回復1個スタート。回復したいよ。もう1枚ですね。いきます。1枚目。おお、これは水が来て、水を飲みますね。これ回復が来れば、火が来て、まだ分からない。火の火のね、回復。回復が来て、あ、これで頼む。光が回復。光が回復。
おお、はい、そしてもう一枚、光が、ね、これ昨夜来ます。そう、昨夜が攻撃できない。あ、そうね、昨夜攻撃したい。おお、6個。はいはい、あじゃあ1点回復します。はい、あ、よかった。さっきちょっとライフの回復に過ぎたのでね、ここで当てるって嬉しいです。攻撃していきましょう。はい、6コンボなので800プラス1、700、500、500、600です。はい、ね、いいっすよ。結構な打撃でございますけども、どうしていったのかな。このまず700を1点もらっております。ここが進化できてたら、そこを追い詰めましたですね。では600を止めておきます。はい、8プラ、ではここで8プラを止めておきます。はい、でもね、これ分かりました。これ防御の考え持ってるんですよ。そうですね、回収しますから、さっきで1回防御しておきます。はい、今独り言ですからね。あ、持ってんだろうなっていう独り言ですから、ね、で防御の構え打って、ここを起こして、で防御していきます。あ、なるほど。はいはい、なるほど、そういうことですよね。防御の構えね、はい、頑張ります。ではここをアクティブにして、はい、ドロー、うんうんうん、では、はい、もうちょっと強めにいきたいと思います。ダブミスリックを使用して、メガドラ、究極進化メガドラですね。このモンスター4コンボ以上で火属性、水属性のモンスターを2体アクティブにすることができます。なので4コンボ揃えば良いという話ですね。ではパズルフェーズ参りたいと思います。よいしょ。お、危ない。そうですね、はい、解凍しておきたいですね。いやー、まあね、水回復の3コンボ、いやすごい、いきます。ちょっとでも揃んだな。よっ、ナイス。うわ、足りないところ全部来た。いい光が来た。で、光が来て、もう1枚。おっ、いやー、6個ですね。水、これは闇で、6コンボ。1点回復します。そして、結局メガルドラの効果で2体、こことここをアクティブにした上で火星神王人の効果で防御の構えを上げます。すげー。これ防御の構え編成だ。だってもう防御の構え使ったらもう実質5体全部アクティブになったと同じですから。はい、あれだけロールしたのに。こちら参ります。500、600、800、700プラス1、700プラス1、700プラス1になった。2個ある。2体増やしました。2個ある。あー、あたたたたたたー、700プラス1、あたたたたたたー、なんだ。ただここでは仕留められてない。当てるですね。当てる。700プラス1はこれらで受けられる。そうなんですよね、酒で受けられてるのね。いや、よかったよかった。だからカーバンクルをまずライフで受けましょう。はい、カーバンクルライフで受けます。で次に、700プラス1、700プラス1をこの子たちに、はいはいはい、1体、2体、はい、で、これをここですね。はい、で、あと1体、はい、ね、はい、いや、リフレッシュしてターンエンドです。いや、あー、ここにガードワープが溜まってないよー、つらいな。はい、でまずオータアクティブのレイラン、はい、で、まあ、さっきは受けられる。はい、ブラキオス来ないといいんだけどな。ブラキオス来たんだな、これ。いきます、ドロー。マジかー、そうだよなー。だ、ここに入ってそうです。やだ、それね。はい、はい、おレーラーの究極進化、はい、します。で一緒にダブルスリットをしてます。はい、はい、パズルフェーズで火と木と光ドロップのコンボを成立させたとき、終了時まであなたが成立させたコンボ数が1秒、うん、です。じゃあパズルいきます。はい、はい、
うん、始めないといけない。始めないといけないからさ、やっぱりさ、こういうことになる。こういうことになる。いや、もうこれね、賭けですよ、賭けです。賭け。この賭けに勝てるかどうか。お、あ、やっぱりそうでしたね。すごいですね。いや、でもそれはかなりナイス判断だと思います。いきます。伊豆一子。おお、回復してくれた。回復機が揃って回復機、はい、光が来たら熱いですね。おおおおお、光、おお、光が来て、まだわからない。火が、なんとソフィアが発動できないよ。トレーラーも、はい、そうですね。で、攻撃は水と光と火、はい、なんで、でも付属がついてるので、あ、レーダー攻撃でもいけるんだ。はい、火と火の付属性。失礼しました。で、読んでいきます。ポポ4点ですね。はい、400、400、200、300。かわいいなぁ、かわいいなぁ。じゃあまず防御します。はい、そして続いても防御します、はい、でまず1点もらいます。はい、防御しまして、はい、一発打って防御の壁打って、はいはい、起こして止めます。はい、ブラキオスが来てくれたな。はい、エンドです。あー、はい、もうこのこれちょっとやばいですね。そうですね、これはちょっとね、ノッコーもね、どうします、見たかったな。なるほど、ではせっかくなんで闇を入れた理由を説明したいと思います。魔性の勇気、ターン終了時まで相手がアタック、モンスターのアタックでダメージを受けるたび、相手がテンターを1枚捨てるというカードです。なので、1点取るたびにマオさんが1枚捨てる。それきつくなってきつくなるんですか。そういうことです。ひどくなるんですか。すごいカードですね。捨て札をカットします。はい、カットお願いします。はい、これで、はい、失礼しました。はい、ではパズルトレイトまいりますよ。ヒットしない。うんうんうん、まあ、こうですね。うわ、でもめちゃくちゃ遠くに感じたことが。あー、もう行きましょうか。とっとっと、水一込んでいきましょう。参ります。やばいやばい。お、火、光、うん、闇だけ来なければ闇。あー、ほ、回復、火がある。6コンボです。いやー、そして1回復しまして2体置きます。すごい。あー、このアクティブ力すごいな。参ります。500、600、800、700プラス1、700プラス1です。あれ。あれれ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 。まず700プラス1を、はい、まあ、受けます。はい。はい、困ってしまいます。で、あ、まず2点受けてみる。はい、大丈夫ですね。受けてみる。はい。まあそうだよね。特に。でアタックによるダメージを受けるためなので、え、ちょっと待って待って、捨てる捨てる。じゃあこれ2つね、ガイドライン捨てますね。はい、はい、で、そしてあと3点。あー、500、600、800、600を受けまして、はい、あー、ゼロ、ライフがゼロ。参りました。ありがとうございました。私の戦いは、でもここが来てれば僕危なかったんですよ、はい、結構、うん、その狙いがもう分かってたので、うん、はい、多分ここでロールして、ここ昨夜で2点、その前に1点にし1点減らして、そう、4ライフにして、昨夜の効果で2点にして、はい、ロールして2点取ろうっていうことなんだろうなっていうのは危なかったですよ。かなりギリギリの戦いだったんで、しんどかったですね。辛かった、回ってこなかったですね。結構ね、やりたいことやらせちゃったって感じです。
僕もここが進化できなかったので、うんうん、ここが進化してなかったら多分負けてたかなという感じがしますね。 あとかけたコンボも結構ちょっとつらかったな今回は。でもかけ方も正解でしたよ。 あ本当ですか。あのドロップ配置で正解です。だからミックスチャンスが一回余ったんですけど、うん、特になんか言うこともなかった、うん、あそうなんですか。まあ、フレーム自体はそうご自身の判断でできたら、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで非常に悔しくはあるものの、うん、名人の勝利でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや強かった。さすが師匠でした。いやもうミックスの私とね違うまたデッキで。そうですね、はい、別のデッキで挑んで新しいカードもいっぱい見せていただきましたけども、でも真央さんと僕のデッキの相性でいったら真央さんの方が多分いい相性だったと思うんですよ。あそうか、あのブラキオスが水属性をロールしてくるの で、いや出た時にねおっこの進化もあるんだけどすぐそうブラキオスであるかもって思ってかなりね焼いたんですけど、いや私の方はなかなかね思うようにちょっとゲームを展開することができなかったですね。でもフレームには全く問題がなかったと思います。はい、ドロップとかパズルのドロップの選び方とかどうですか。全然問題ない。一番最後 の、うん、あのゼロドロップのところからあのどうつなげていくかっていう考え方もあの置き方は素晴らしかったです。ああ嬉しい。あれが正解です。いやよかった。ちょっと成長をね、はい、師匠に見せれたっていうのは非常にいやすごい成長してると思います。嬉しいです、うん、いや悔しかった。名人どうでしたか自分の戦いぶりとか。いやあの前回がありましたのでもう今回はちゃんと 100% でやらなきゃなと思って 100% 出せたので本当に良かったと思います。ありがとうございます。防御の構えとかねさすが、すごい強いカードだなと思いました。カードは強いんですよ。強い、うん、あのカード丸分かりハーフデッキっていう体験版があるんですけども、はいはい、あれに入ってるっていう、ね、それただでもらえるっていう体験会をするとそういうことです。めちゃくちゃ強いカードが体験このカードただなのっていう、はいはい、なるほど、はい、非常に始めやすいデッキなわけです。そうなんです。カードに、はい、あーでも本当に悔しかった正直ね結構ねそのかけていったコンボが4コンボで止まっちゃったりとか、うん、もう個人的には非常に悔しくてねまた挑戦したいと思いました。ぜひ、はい、挑みに来てください。ぜひお願いします、はい、もうちょっと鍛えてからね戦いを挑みに行きたいと思いますよ。はい、はい、ということでなんと始めましたのこの動画企画も今回の最終回になりました。ちょっと寂しいな、うん、もうちょっと、ね、鍛えていったりとかデッキを工夫したりとかしてまた別の機会にね CG をお見せできたら嬉しいと思っておりますのでその時をお楽しみにくださいませ、うん、その時までお楽しみにお待ちくださいということでスプリングワンのワクワク CG 始めました最終回でございました。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。スプリングバオパズドラ TCG 続編決定しました。続編今まで、まあ、ここにあの TCG のグッズがあるかな。 TCG 関連だと思う。やっぱりやっぱりそうですねここまで鍛えた腕さらに高みに登りたいのはここだけじゃないですか。富美面にリベンジそれも含めてですね、はい、これからの企画でもしかしたら地方とかどこかの大会とかに私たちが挑んだりするかもしれません。なるほど。やりたいですねこれ。でしょ。どこまでなんか自分の今の力が通用するか。そうそうそう。いや私もねちょっといろんなデッキなんか一人一種類のデッキじゃなくてねいくつかのデッキを持ってみたりとかいろんなやり方があると思うのでさらに勉強してやってみたいと思います。はい、ということで定期になるかもしれないし定期的になるかちょっとまだ未定なんですけれどもこちら楽しみに、はい、ぜひともそしてこの機会にですからこの機会ですから皆さんも CG 始めましょう。ぜひともアクバンクストアの新宿アクバンクストア EC サイトでご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、頑張るぞー。イエーイ。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を。またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。
この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちは寄り切ります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ。シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマオ、そして野郎ども、おい任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。